ガブリエーレ・スマルジアッは、イタリアの画家である、イタリア中部のバストの裕福な家に生まれた。芸術家になるために、ナポリに出て、ナポリの美術学校に学び、カンマラーノやピトルーに学んだ。1820年代にピトルーやスマルジアッシラピトルーの学生たちは、彼らが風景を描いた、ナポリ近郊の海岸の町、ポジ・リポにちなんで、ポジ・リポ派と呼ばれるようになった。 1824年から1828年の間、ローマで修行し、1827年から1837年の間、パリで修行した。パリでは、オルレアン号の支援を受け、フランス王、ルイ・フィリップの息子たちに絵を教えた。1837年にピトルーが亡くなった後、ナポリの美術学校の風景画の教授を仕事を継いだ。ニコラ・パリッチア、 デラモニカといった画家に影響を与えた。スマルジア氏の教えた学生には、ジュゼッペデニッティスやアルフォンソ・シモネッティがいる。ありがとうございます。